デトロイト。デトロイトはアメリカ合衆国ミシガン州南東部にある都市。南北をエリー湖とヒューロン湖に挟まれており、東はカナダのウィンザー市に接するアメリカ中西部有数の世界都市。人口は2000年国勢調査では95万1270人、2012年では70万1475人と減り続けている。デトロイトの都市圏。 大都市統計地域、MSA の人口は445万2559人であり、全米第9位の規模。フリントなどを含めた、広域都市圏、合同統計地域、草の人口は535万7538人。いずれも2000年国勢調査で、やはり全米9位の規模である。また、失業率、貧困率が高く、犯罪都市としても知られていた。 主要産業は自動車産業であり、自動車の街とも呼ばれる、工術。また、近年では、スタートアップ企業、ロボット産業、医療産業などが盛んとなっている。デトロイトは1701年に、フランスの探検家、アントワーヌ・ロメドゥラ、元スユール・ド・カディアックがフォートデトロイトを築いたのが、始まりとされる。アメリカの自動車メーカーである。 ゼネラルモーターズが展開している高級車ブランドのキャデラックは彼の名字にちなんでいる。1805年の大化の後、計画都市として裁判官のによって都市設計され、その後ピーター・シャルル・ランファインへと引き継がれる。もともと馬車や自転車製造が盛んだったが、1899年に自動車工業が起こる。そして1903年にヘンリー・フォードが 量産型の自動車工場を建設、T 型、フォードのヒットと共に、全米一致の自動車工業士として発展した。後にゼネラルモーターズとクライスラーが誕生、フォードモーターと共に、ビッグ3と呼ばれた。市は、モーター式と呼ばれるようになり、全世紀には180万の人口を数えたが、その半数が自動車産業に関わっていた。 だが1967年7月にはアフリカ系アメリカ人による大規模なデトロイト暴動が市内で発生し多数の死傷者を出しホワイトフライト白人の郊外への脱出が盛んになった1970年代頃から安価で安全コストパフォーマンスに優れた日本車の台頭により自動車産業が深刻な打撃を受けると企業は社員を大量解雇 下請けなどの関連企業は、倒産が相次ぎ、市街地の人口流出が深刻となった。同時に、ダウンタウンには不老者が溢れ、治安悪化が進んだ、インナーシティ問題と呼ばれる。このような状況を見て、1970年代には、ダウンタウン周辺に、高層ビルコンプレックス、ルネサンスセンター、GM 本社が、テナントに入ったを建設したが好転せず、 日本がバブルを謳歌していた頃、特に市況はどん底に陥っていた。荒れ果てた市街地を逆手に取り映画、ロボコップなどのモデルとなったのもこの頃である。実際にロケを行ったのは、さながら見都市の景観を提していたダラスであった。事態を重く見た市は、1990年頃から大規模な摩天楼が林立するルネサンスセンターをシンボルに都市再生を目指し、ダウンタウンには、 新交通システム、ピープルムーバーが設けられている。日本総領事館も、法人から治安の良い,い郊外に設置するよう強い希望があったが、デトロイト市行政当局の運動に協力する意味合いを含めて市街地に設置した経緯がある。また、自動車以外の産業を育てるべく、映画産業の振興も言った。だが、限られた外区をさら地にして、巨大オフィスビル群を建設する。 ルネサンスセンターの手法は、周囲の荒廃した地域に及ぼす波及効果が低く、都市再生の手法としてはあまり成功していない。依然として、ダウンタウン周辺の空洞化は続いており、ダウンタウンには駐車場や空地、全くテナントのいない高層ビルも多く、具体的な解決を見ていない。また、富裕層は郊外に移住、貧仙な層が取り残され、 治安の改善もあまり進んでいないのが現状である。荒廃した地域では一戸建ての住宅が1ドルで販売されているところもある。2009年のゼネラルモーターズ破綻、そしてクライスラー破綻とその後の経営状態の回復、世界五大モーターショーの一つである北米国際オートショーの伝統的な開催地となっているほか、 自動車の電動、ヘンリー・フォード・ミュージアムをはじめとする自動車関連の博物館など、自動車産業は観光にも少なからず貢献している上に、依然として自動車会社がデトロイトが全米随一のターシティとして君臨するための貢献を果たしているが、いずれの自動車会社も経営改善を進める中で、生産設備の海外移転が進み、これらの自動車会社の先導によるデトロイトの 再開発は悲観となった。なお、2011年あたりから、他業種の研究機関などもミシュガン州を中心に、進出が相次ぐなど、全米の他都市と比較しても、経済状況は回復しつつあり、2011年の1月から2月の間に、失業率が約1%減少するなどしている。それだけに、市は、治安、特に、インナーシティの環境改善が急務であり、 1920年代に建てられ荒廃したままになっているビル群の再開発、再利用や郊外企業のダウンタウンへの移転などに取り組んでいた。しかし2013年3月にミシガン州知事はデトロイト市が債務超過の状態にあることからその財政危機を宣言し緊急財務管理者を任命した。それに伴い同年6月スタンダードプアーズは 財政破綻の懸念から、デトロイト市の格付けを CCC-、マイナス、見通しをネガティブに引き下げた。2013年7月18日、財政破綻を声明し、ミシガン州の連邦地方裁判所に連邦倒産法第9章適用を申請した。負債総額は180億ドル、約1兆8000億円を超えるとみられ、財政破綻した。 自治体の負債総額で2013年当時において全米一致となった。市の発表している統計では子供の6割が貧困生活を強いられており市民の半分が読み書きもできず市内の住宅の1、3が廃墟か空き部屋となっており市民の失業率は18%に達する。また警官が通報を受けて現場に到着する平均時間は 人手不足のために58分かかる。それから数年後、2018年現在のデトロイトの失業率は7%台にまで回復するなど、急激に景気が回復しており、また、全米各地から労働人口が流入している。スラム化したダウンタウンには、活気が戻り、空洞化したオフィスビルには、人が出入りしオフィス占有率は90%台まで回復、激減した。 地域人口も下げ止まりした。下落した地価を逆手にとって安い賃金を武器に積極的なスタートアップ企業やエンターテインメント産業を誘致した結果である。また多くの市民もデトロイトの再興を実感し始めており雇用者は増大し生活水準も大幅に改善されている。また自動車廃車システムウーバーの稼働開始によって市街地への移動が楽にな。 Q ラインという路面電車、LRT も稼働開始した。ウォーターフロント地区の再開発を皮切りに、スポーツやカルチャーに新たな資金が投入されている。その一方で急激に変化した、地下、家賃、郊外に泊い、まる富裕層を呼び戻す、動線、公共交通網の不足など、課題も山積みの状態である。また、主要産業の一角であって、自動車産業も、 国内の雇用回復をモットーとしたドナルド・トランプの経済政策によりメキシコなどへの工場の海外流出が阻止された一方で国内工場誘致に対する優遇制度企業法人税などの減税によりフィアット・クライスラー、ゼネラル・モーターズ、フォード・モーターともどもデトロイト近郊の工場の雇用拡大を実施する子が実現し数千人単位の雇用が戻ったフォード創業者は 北米国王と称にて、デトロイトは、カムバックした街の仲間入りを果たしたと宣言しているなど、回復が見られている。また、それに付随して、産業用ロボットなどのロボット産業が盛んとなっており、アブ、川崎重工、ファナックなどが、研究開発、製造拠点を置くなど、全米最大規模のロボット産業都市となっている。アメリカが州国統計局によると、 この都市は総面積 370.2km142.9 ミである。このうち 359.4km138.8 ミが陸地で 10.8km4.2 ミが水地域である。総面積の2.92%が水地域となっている。デトロイトはメトロデトロイトと東南ミシュガン地方の主要都市である。 デトロイトで最も高い標高は670フィート204メートルで大学地区の北西部デトロイトである。逆に最も低い標高は下市地域で579フィート176メートルである。東にはデトロイト側を隔ててカナダのオンタリオ州ウィンザーがあり、デトロイトは主要都市の中でカナダとの国境に接する一の都市である。同市は ハムトラミックとハイランドパークを内包しており、北東の都市境にはグロスポイントがある。ワイアンドット国立野生動物保護区はアメリカ合衆国で唯一の国際野生動物保護区である。保護区にはデトロイトガード、西、エリー湖の湖岸線48マイル、77km に沿って、島、沿岸の湿地、沼地、浅瀬帯、ウォーターフロントの地域が含まれている。 三つのフランス式大通りがデトロイトの道路網を交差している。ワシントン DC から影響された放射大通りとオハイオ川北西部の道路網をなす東西を結ぶ大通りである。カナダのウィンザーへの交通網は四つあり、そのうち二つの自動車道でアンバサダーブリッジとデトロイトウィンザートンネルがある。鉄道網ではのトンネルがデトロイト側の下を通っており、残りは デトロイト・ウィンザートラック・フェリーによる回路である。フェリーの乗り場は、ウィンザー・ソルトマインとツーク島である。欠片の帰国分では、アカン体出順気候、ディーフに属する。デトロイトの前景において、ウォーターフロントは、様々な建築構造のスタイルを垣間見ることができる。現代的なネオゴシックスタイルで設計された、ワンデトロイトセンターのコメリ方は、同市に所在する。 アールデコスタイルの超高層ビルに調和するように設計された。コメリカタワーはゼネラルモーターズ本社であるルネサンスセンターと共に特徴的な景観を形成していい。デトロイトでアールデコスタイルを採用した超高層ビルは有名なフィッシャービルディングルをはじめガーディアンビルディング、ユニオントラスト、ペノースコットビルディング、キャデラックプレイスがある。市内の中で 突出した構造を持つ建造物はデトロイト美術館、デトロイトオペラハウス、国内最大のフォックスシアターがある。超高層ビルはダウンタウンのニューセンター地域に集中しており、都市近郊の大部分は低階層建造物と一戸建ての住宅からなっている。都市中心から外側に高層住宅がウッドワードの西からパーマーパークとクロスポイントの方向に向かって、 建設されている。デトロイトには、警察署の管轄区、学区、選挙区などはあるが、厳格な意味での行政区画は存在しない。デトロイトが沿岸からウッドワード通りに沿って北へ、広がるダウンタウン、ミッドタウン、新センター、ノースエンド、とに遮られた向こう側のパルマーパーク。その東西両側に広がるイーストサイドとウエストサイド。 そしてダウンタウンの東から伸びるジェファーソン通り沿いのジェファーソン回廊とフォート通りに沿って南西方向に突き出したサウスウエストに分かれる。就業者数で言うと1位、公立学校、2位、市役所、3位と4位が病院、5位、アメリカ合衆国連邦政府、6位、ブルークロスブルーシールド協会、保険会社の連合体、7位、ウェイン州立大学、8位、 ミシガン州政府であり、9位、GM、10位、クライスラー経済が崩壊状態であることがわかる。デトロイトは大きなカルデア人住民及びこの国で最大のコミュニティの本拠地でもある。最近、この地域はアジア系アメリカ人、ミャオ族の種族である、モン人が帰化した及びヒスパニックミュニティが成長していると確認された。 この都市の南西部側は大きなメキシコ系アメリカ人コミュニティが含まれる。クリント・イーストウッドが監督、プロデューサー、主演を務めた8年のアメリカ映画、グラントリノ、グラントリノはこの門人系アメリカ人コミュニティを描いている。デトロイト市内の人口の8割を黒人が占める。その多くが自動車産業関連の職を求めて南部から、 移住してきた人とその子孫であるアフリカ系アメリカ人の大移動。一方、白人の多くは郊外の衛生都市に住んでいる。郊外の衛生都市の住民は9割以上を白人が占めている。アメリカで最も治安が悪いと言われているデトロイト市内に比べて郊外の衛生都市には裕福な人々が多く住んでおり、治安は非常に良く対照的である。 衛生都市に住む住民は、治安の悪いデトロイト市内に入ることなしに生活が成り立っており、デトロイト市内の空洞化に拍車をかけ、空き地や巨大廃墟ビルが多く見受けられる。長期の傾向としては、人口減少が続いており、ピークから半減している。高い犯罪発生率、失業率、そして貧困率といった状況が、労働力を流出させ、人口減少につながっている。 以下は2000年現在の国勢調査における人口統計データである。上述した通り治安は悪く、米国100大都市での犯罪率は最悪である。2008年には人口10万人あたり1220件の暴力事件が発生。2009年、ホーブスがアメリカで最も危険な街と名指ししたほか、2010年には CNN が世界の治安ワースト10都市の一つに選んだ。2012年に発表された FBI の統計では、1000人当たりの暴力的犯罪件数は21.4件で、全米2位、1位は近隣の不倫都市、殺人件数は344に及んだ。ミシガン州知事のは、2013年、デトロイトの財政破綻に関連して、 財政に持続可能性はなく治安の悪化にも歯止めがかからない現状を踏まえるとデトロイト市は崩壊していると言えると語っている。ゼネラルモーターズが破綻した際には総額6900万ドルの失業対策及び警察官の雇用費用が打ち出された。デトロイト市をサービスしている主要日刊紙は及びである。他のデトロイトの新聞は週刊ザメトロタイムズである。 デトロイト市はこの州で最大なアフリカンアメリカン所有新聞、週刊ミシガンクロニクル、及びアフリカンアメリカン読者向けの他の新聞、ミシガンシティズンの本拠地でもある。デトロイト市のテレビジョン市場はアメリカ合衆国内で11番目に最大である。デトロイトから放送している多くのテレビジョン、放送局はほぼ全てのデトロイトを本拠地としている、放送局の送信説がある。 サウスフィールドにスタジオを所有している。デトロイトから放送している放送局は、FOX、NBC、ABC、広島ホームテレビ、テレビ朝日系と、姉妹局提携、および CBS が含まれる。他のデトロイト大都市圏のテレビジョン放送局は、CW、および主要なインフォマーシャル放送が含まれる。はこの都市の PBS 会員局である。デトロイトの人々は、 ウィンザー内を本拠地としている CBC テレビジョン系列 CHQ からの放送波も受信できる。視聴者の場所によっては CTV 及びネットワークも受信できる。コムキャストはこの年向けにケーブル TV を提供している。デトロイトはまた多様なラジオ放送局によってサービスされている。主要な AM 放送局は760、ニュース、トーク、950、 ニュース、カナダの一般的なトーク及び、WDFN1130、スポーツである。いくつかの FM 放送局は100.3、複合ジャンル 97.、97.9、アーバンコンテンポラリー、WMXD、アーバンアダルトコンテンポラリー、及び104.3、オールディーズが含まれる。101.9はこの都市の放送局である。点七および九点一は、 地域 NPR 系列でもあるワデイラジオ放送局88.7及びはデトロイト地域でも聞くことができる。デトロイト交響楽団が市内のマックス・カイ・フィッシャー・ミュージックセンターに本拠を置いている。このオーケストラはポール・パレーが音楽監督を務めた1951年から1962年と、 アンタルドラティの音楽監督を務めた1977年から1981年に飛躍的な発展を遂げ、アメリカ中大オーケストラの一つに数えられ、大量の録音によって世界的な名声を博した。現在の音楽監督は、レナード・スラットキンである。モータウン・ミュージックの発祥の地である。デトロイトは北米で4つの主要なスポーツを代表する。 プロフェッショナルチームの本拠地であるバスケットボールのデトロイトピストンズは郊外のオーバーンヒルズにあるザパレス・オブ・バーンヒルズで試合をする。この都市は3つの活動的な主要スポーツの開催地である野球向けのコメリカパーク、アメリカンフットボール向けのフォードフィールド及びアイスホッケー向けのジョールイース・アリーナ。1982年から1988年まで 戦術のルネッサンスセンターを中心とした市街地を利用して会一が開催された。会一は一つの国で一開催という原則があるが、アメリカは国土が広いことから一時期複数回の F1 が開催されており、アメリカ東 GP、アメリカ西 GP はカリフォルニア州のロングビーチ市街地、またはデトロイト GP という名称が用られた。 また1989年から1992年までインディカーシリーズ当時はカートとしてが同じコースで開催されている。カート、ジャンプカーはその後ベルアイル島に開催の舞台を移し2001年までカートのレースとして開催。2007年からはインディカー。 R のレースとして開催されている。なお、インディカーとチャンプカーは1996年から2007年までの12年間分裂状態にあった。なお、シルベスター・スタローン監督のカーレースをテーマにした映画ドリブンでは、このベルアイル島のカーートレースの模様が映画のシーンに用いられている。メインスポンサーであるゼネラルモーターズの経営不振により、2008年から2011年までは、 開催が見送られていたが、2012年に、インディカーシリーズのカレンダーに復活した。無制限の水上滑走艇ボートレースアップは、ゴールドカップは1990年以来、毎年デトロイトで開催される。このレースは、ベルアイル近くのデトロイト川で開催される。コメリカパークは2005年7月12日の2005年の MLB オールスターゲームの開催地となり、 ホードフィールドは2006年2月5日の第40回スーパーボールの開催地となる。また、デトロイトは1944年大会、1952年大会、1956年大会、1960年大会、1964年大会、1968年大会、および1972年大会と、 過去7回オリンピックの開催都市に立候補した、いずれも落選。デトロイト市は、I-75、I-94、I-96、I-696、I-275、および I-375 を含む、6つの主要な、週間高速道路が交わっている。シカゴ・ポンティアック間を結ぶアムトラックのデトロイト駅、 ミシガンセントラル駅とは異なるが存在する。デトロイト市の輸送機関サービスは、デトロイト市交通局、デトロイトデパートメント・オブ・トランスポーテーション略、D. D によって提供されている。デトロイト交通局は、路線バスと障害者向けのパラトランジットサービスを、直営で行っている。なお、デトロイト市を含むデトロイト大都市圏の4つの軍が、共同で、地域交通局、 サバービンモビラティ、オーソリティホーリージョナルトランスポーテーション略、スマートを運営しており、そのバスもデトロイト市内に乗り入れている。デトロイト市はダウンタウン地域で2.9マイルのループ路線をサービスしている、ピープルムーバーと知られる、ライトレールシステムを運行する、デトロイト交通公社の運営も行っている。デトロイト市はいくつかの都市と、姉妹都市の提携をしている。 このうち、トヨタ、トリノはそれぞれ、トヨタ自動車、フィアットの本拠地であり、自動車工業の街として知られている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。